スの大谷翔平はな、リーグの指名打者 DH 部門で102,377 票を獲得して1位となった。2位のマルセル・オスナ・ブレーブス253万票の大差をつけている。投手と控え野手は選手間投票などで選出し、全選手の顔ぶれは7月7日に発表となる。大谷さん、オールスターゲームのファン投票で現在1位、頑張って。大谷選手、オールスター出れそうですね。気が早いかもしれませんが、楽しみにしてます。全体1位はジャッジの130万票なんやね。オスナと約2倍差をつけてですか。圧倒的ですね。アンチの人たちがオスナオスナと言ってたけど、まるで相手にならない。まあ成績自体も不調不調と言われながら、素晴らしい成績を収めてますからね。大谷選手、冷静に考えて大谷がオールスターに出ないとかありえんの？ MLB 側が元さんのちゃうん。花があるかどうかなんよ。オズナは良いバッターだが花がない。成績だけを見て騒ぎそうなファンがいそうだな。なんかアルバレスの時も似たようなことがあったけど、ファンからの人気投票だからな。打撃のみの成績だろうと、ファンが見たい選手を選んでるだけだしね。これ悲しいのが、オズナは票数自体少ないから日本票関係なしにシンプルに人気ないのよ。オズナ打率 HR 打点の三冠だぞ。オズナは人気で大谷に勝てなそうやな。 WAR って高い方がいいんだろう。オズナより大谷の方が打撃 WAR 高くね。説明か、数字がおかしくね。オズナはこの成績で1位じゃないのもかわいそうやな。レッツ出られないのほんと残念だな。意図的に出ない人もいるけど、出られないのと出ないのは全然違うからね。レッツ出れそうにないの悲しい。アーベッツドジャースから大谷さんと一緒に出てほしかった。ホームいるの嬉しい。ケンダーソンもええけど、イットジュニアも頑張ってほしい。あとはボームが入ってるのが嬉しい。人気の方はどうかなと思ったけど、プロファー今のとこ選ばれててよかったな。チャレンジランが入らないのが納得いかない。日本人も投票できるから、みんな大谷に投票しようぜ。ホームラン競争のやり方見直してほしいな。大谷出た時ヘトヘトになってたね。あんな次から次へと投げて全力で打てって、みんな出るの嫌がるでしょう。休めませんが、スーパースターの宿命楽しんでほしい。ムーキーしっかり会場で雰囲気だけ楽しんでね。レッツ怪我でもターナー、デラクルーズだからな。 MLB はすごいわ。